どうも、とちとです。今日は札幌一番塩ラーメンをトマトと豆乳を使って作っていきたいと思います。はい、ゆで卵を作っていきます。塩、はい、薬味のネギです。鶏胸肉です。薄く、これぐらいで塩コショウ。麺と粉末スープとごまが入ってます。はい、茹で上がりました。オリーブオイル、ニンニク、じゃあここにトマトジュース、400cc 入れました。はい、温めてる間にゆで卵、はい、そうしたので麺を入れました。トマトジュースだけなんで麺がほぐれるかな。あ、大丈夫そうですね。ほぐれてきました。汁がなくなってきました。お、はい、じゃあここで豆乳を。はい、スープ、盛り付けます。すごいですね、これ。濃厚だ。卵。ネギ。はい、完成です。じゃーん、食べましょう。はい、出来上がりです。食べましょう。早速ラーメンはね、早く食べないと。いただきます。
どんな感じですかね。もうスープじゃないね、これ。ドロドロですね。あ、トマト、うまい。麺食べてみます。うん。味濃いな。美味しい。濃い味です。ゼリーですね。濃厚です。粉チーズをかけます。うん、おいしい。うん、うまい。やっぱり水入れた方が良かったのかな。うん、すごくタバスコをかけたいですこれ。なんか食べてるうちにこのドロドロが病みつきになる感じですね。タバスコ欲しいな。冷めても美味しいです。冷めた方が美味しいかも。ということで、今日は濃厚なんでしょうねこの料理。美味しいです。うん、タバスコあったらもっと美味しい。なんとも言えない料理が出来上がりました。食べてるうちにどんどん食べたくなるような料理です。トマト好きにはたまらないと思います。ラーメンではないですね。皿舐めたい感じ。こびりついてるのがうまい。今日は札幌一番塩ラーメンとトマトジュースと豆乳を使って料理をしてみました。怖いもの見たさんに皆さん作ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで最後までご視聴ありがとうございます。また明日お会いしましょう。としおでした。ありがとうございます。さよなら。